はい、ズキです。10月26日ソニーから新しいスマートフォン Xperia Pro i が発表されました。 Xperia Pro というと今年の2月10日に発売された業務用カメラ機材としてのスマートフォンを思い出しますが、今回発売される Pro モデルは i イメージングの名を冠したカメラスマホです。カメラに力を入れたスマートフォンをスマホカメラとするならば、今回のモデルはカメラが先に来てスマートフォンが後に来るイメージとなります。まあ、何を言ってるのやらという方も多いと思いますので、もう少し詳しく見ていくと、まずセンサーサイズについて、ソニーの高級コンデジデジタルスチールカメラ RX100M7 と同等の1インチセンサーを採用しているということで、ざっくり言えば通信通話できる RX100 デジタルスチールカメラスマートフォンということになります。Pro i に搭載されるカメラをチェックすると、焦点距離 24mm の広角レンズをメインに、焦点距離 50mm の標準レンズと 16mm の超広角レンズという三眼構成、さらにお得意の 3D アイトフセンサーを備えています。今年のフラッグシップモデル Xperia 1 Mark III のレンズ構成とはかなり異なりますが、これは Xperia Pro i のメインターゲットをカメラに詳しい方や写真愛好家などと想定し、よりコンシューマーに向けた製品という位置づけで、望遠撮影は専用機で撮影してもらい、それ以外は Xperia Pro i で撮影するという使い方をイメージしているためです。そのメインとなる広角レンズは TWICE テッサーのブランドを冠したガラスモールド非球面レンズを採用し、注目の1インチセンサーはスマートフォンとして世界初となる増面位相差オートフォーカスを備えています。RX100M7 のセンサーをスマートフォン向けに最適化し、 Xperia 1M3 より多くの光を取り込めるようになっているほか、 F2.0、F4.0 の可変絞りを備えることで、大きなセンサーサイズを生かした自然なボケ味のある写真から、より奥行き感を持たせた写真まで様々なイメージに対応できるとしています。画像処理エンジン Beyond X4 モバイルや Alpha シリーズと同じフロントエンド LSI も搭載し、低照度下でも高画質な写真撮影、より広いダイナミックレンジにより鮮やかかつ自然な色再現を可能としており、12ビットローでの撮影にも対応しています。ソニーの一眼カメラ α シリーズといえばスピード性能が特徴の一つですが、 Pro i は増面位相差 AF を備えることで AF カバー率は撮像エリアのおよそ 90% となり、アンチディストネーションシャッターにより動きの速い被写体でも歪みが少なく撮影できるほか、代名詞であるリアルタイム瞳 AF やリアルタイムトラッキング AF AE 追従毎秒20コマの高速連写などにも対応していて、カメラアプリもフォトグラフィープロを使うなど、 Xperia 1 Mark III と同じ仕様となっています。その特徴的なシャッターボタンについては大型化され、ストロークも深めになり、半押しでオートフォーカスを合わせ、しっかり押し込むとシャッターを切るというカメラを操作しているかのようなシャッターボタンとなっています。そして写真撮影だけでなく動画撮影についても力が入っていて、まず撮影用アプリとしてこれまでの Xperia にもあった専門のシネマトグラフィープロに加え、新たにビデオグラフィープロを搭載しています。専門的なシネマトグラファーに向けた機能が備えられたシネマトグラフィープロに対し、新しく搭載されるビデオグラフィープロは素早く設定を済ませてさっと撮影するといったビデオブロガーやコンテンツクリエイターに向けたもので、昨今の Vlog ブームに合わせたものとなっています。インカメラではなく、より高性能なこのアウトカメラを使って手軽に Vlog 自撮りができるアクセサリー、 Vlog モニターとシューティンググリップも用意され、それぞれビデオグラフィープロとフォトグラフィープロに対応しています。その他 Xperia シリーズでは初めてとなる動画撮影時の瞳 AF とオブジェクトトラッキングにも対応するほか、スマートフォンとしては初めて 4K 毎秒120コマのハイフレームレート撮影が可能になり、最大で5倍の 4K スローモーションにも対応しています。カメラスマホというよりビデオスマホと言った方がいいかもしれないですね。そしてスマートフォンとしてのスペックを見ていくと、チップセットにはクアルコム製のスナップドラゴン888、メモリーはラムが 12GB、ストレージが 512GB、本体の大きさは縦 166mm、幅 72mm、厚み 8.9mm で、重さは 211g と、Xperia 1 Mark III よりやや大きく、重量は 20g 以上重くなっています。バッテリーは 4500mAh、急速充電に対応しますが、ワイヤレス充電には非対応です。普段使いという面では IP68 の防塵防水、そしてお財布携帯にも対応します。通信面では 5G のサブ6に対応、 Wi-Fi は 11AX Wi-Fi 6に対応します。 SIM フリーモデルとしてデュアル SIM スロットを備えますが、 eSIM には非対応です。価格は19万8000円で、初代 Xperia Pro に比べると安い印象がありますが、スマートフォンとしてはかなり高額で、しかも Vlog スタイルのフルセットにすると
この価格になります。もちろん予約しました。それでは早速実機を触ってきましたのでご覧いただきたいと思いますが、発売前の最終調整段階ということで未調整の部分もあり、今回は Vlog 仕様、シューティンググリップの利用方法などを中心にお届けできればと思います。それではゴロジロ。これは充電というか、ここはマグネットを持ってて、はい、マグネットでこれにくっつく形になってるんですよ。じゃあ取れるんですか？取れます、取れます。シャッターボタン、ショートカットキー、電源ボタン、指紋センサーでオリンピック。カメラの出っ張りは思ったよりありません。マイク穴にイヤホンジャック。そしてシムトレイ。シムトレイはデュアルシムです。シム1枚、SD1 枚か、シム2枚か、どっちかです。配達できるんですね。はい。撮影機能のビデオグラフィープロを起動するショートカットキーになっています。ただ、任意のアプリをアサインすることはできます。長押しでカメラ起動するのと、あ、これはもう基本的にシャッターキーということですね。はい。なるほど。この空いてるのが助かりますね。これが今 Bluetooth 接続されているということですね。はい。これでつければいいんですか？はい、やっていただいていいですか？はい、すみません。はい、ガッチャンとして、はい、これで自撮りしている状態です、ね、なるほど、自撮りなんですね、これで。なるほど、まあ、フォトグラフィックでもできるってことですね。操作はシューティンググリップに操作がスマートフォン本体とつながって通信をするので、はいはい、録画スタート、ストップと、はい、まあ、録画中の写真撮影、はい、あとズームイン、ズームアウト、はい、であとこの3つのレンズ間の切り替えがこの、なるほど、なるほど、これいいですね。いや、予約してよかった。ウービーテック、瞳 AF も効いてる。あ、瞳 AF 効いてますね。音も取れると。レンズ切り替えですけど、あ、レンズ切り替えか、けど、はい、録画を一旦止めていただかないと切り替えない。あ、相変わらずそこは、そこはなんでなんですか？詰めるつもりはないですけど、なぜにそこは固くなに。いや、今後の課題で。あ、課題なんですか？あえてやってるんではなくて課題なんですね。なるほど、これは素晴らしい。 Bluetooth 接続だけどディスプレイとは、ディスプレイはこれで映像と、まあ、映像を映す電力を送る。これは USB-C です。あ、 USB-C なんですね、はい、どちらも USB-C ですか？そうです。充電はスマホからもらってる。そうです。はい。でこれはマグネットなんでしたっけ？マグネットで固定して、はい、このネジは何ですか？まあ、お客様がご自身 の、 その例えばリグであるとか、はい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 、三脚ってにつないで、で、まあ、あとご自身のもうちょっと長い USB-C ケーブルを持ってきていただければ、はい、まあ、いろんな固定の仕方ができるということで、これをつけてます。固定をするためだけのもので、あの電気信号を送る機能はないです。 じゃないですね、はい、いやかっこいい。少なくても、はい、まあ、取り続けるようモードなので、Bluetooth シューティンググリップをつないでる時のモードなんですよ、ね、あ、なるほど、シューティンググリップつないでるイコール、はい、こうやって直接フォンに触れてない、うん、こうやって持ってるっていう想定だから、まあ熱くなっても大丈夫でしょっていう想定で、でここにその撮影持続モード、うーん、
がとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。買うべきか買わざるべきか迷っている方も多いと思いますが、メインターゲットとして想定されているカメラに詳しい方や愛好家を自認される方で、メインカメラの他にサブカメラが欲しいと思っていた方、そして20万円以上の出費が惜しくない、もしくは痛くも痒くもないという方に向いているスマートフォンだと感じました。私はこの3つにどれも当てはまらないんですが、やはり新しいスマートフォン、そしてエクスペリアと聞けば買わずにはいられませんでした。実機が届きましたら、今回見れなかったその1インチセンサーを中心にカメラ周りのレビューにチャレンジしていきたいと思います。なお、実機を触って現時点で気になった点を挙げておくと、ビデオスマホといっても過言ない本端末ですが、これまで同様撮影中の画角変更はできません。そしてフォトグラフィープロでベーシックモード以外、つまりアルファライクな UI を使って撮影する場合は、画面タップでシャッターは切れず、シャッターボタンでの撮影が必須となります。撮影ベタな私からすると、夜景などの撮影でシャッターを押してしまうと手ぶれの原因になると感じていたので、このあたりはディスプレイタッチシャッターも選択できると良いなと感じました。ということで、実機レビューをお楽しみに。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。